一回ごだからちょっと寄ってみましょうかね。産湯の移動地なんだけど、そこ左か、これね、はい、ここから左。なんだこのツバメは、すごいことになってるけど。お、怖っ、お、怖いかな、すごいこと待ってる。すごい。おいおい、どうしたんだ。1,2,3,4,5,6,7,7羽、8羽ぐらいおるかね。お、どうすんだ。降りるんか。降りらへんのか。どこ行ったんだ。大体田んぼのね、あの土を持って帰って家作り始めますからね。あれは田舎におるとき見てましたけど、あのこういうところにちょっと寄ってね、ちょんちょんと詰まってさあ飛んでいくんだけど。はい、産湯の井戸、これ左、左行ってみましょうか。産湯の井戸はね、ちょっと下を下らなあかんだけどね。これ田んぼ、昔田んぼやったけどね、もうやめはったからね。あらあら、あら、東海の県があったね、立ち入り禁止。何よ、それは知らんがね。あら、大変なことになってるね。あらあら、これ下降りてたことなんだけどね、見えんな。残念、今日はなんかこんなの多すぎるね。あー、来ませんか。残念でございました。はい、な、撤退しましょう。いやいや、せっかく来たのにね。何年か前に一回来とんだけどね。一回か二回来とんだけど。ねえ、せっかくから、どうかな思って来てみたのにね。侵入禁止でございました。ウリブの井戸はただいま侵入禁止でございます。崩壊の恐れがあるからためにね、侵入禁止で。残念でございますけど、入れません。はい、ありがとうございました。あれ、どこ行った？ツバメたちは。まだ飛んどるか。で、1羽しか見えへんけど。いや、1、2羽。今のはスズメでした。もう飛び方が全然違うからね、スズメと。ああ、虫がいっぱいおるけど、虫を食べてんのかな。すごいんだよ、このスピードが。音もせずにね。今これ、もう目の前ね、目の前よく見ていきますからね。怖っ。うん。1,2,3,4,5,6,7羽。7羽ぐらい今、死にだけだけど、ここ、すごいんだけど。うわー、怖い怖い。これ、全く音しないね。おう。よ。もう、すごいあのスピード。ほんで、音が全くしないからね。高いところから、ね、一気に降りてくるからね。ものすごい、スピードがすごいやん。これ、おお。これ、これやん。この周りからやん。これ、これ。聞くよ、すごいすごい。当たるなや。おお。おお。目の前をくんねて。おお。おお。怖っ。すごいすごい。車当たるぞ、車に。いやー。おうおう。なんか虫がおるのかね。すごいんだけど。おうおう。びっくりするやんか。目の前をね、かすめていきますからね。わざとやっとるやん。はい、ツバメさんでした。ありがとうございました。